はい、今日の一品です。今日はまずはレンチンハムエッグ、今日はベーコンできますね。レンチンベーコンエッグを作っていきます。耐熱皿にベーコンを敷いて卵を落とし、さらに上からかぶせていきます。これでラップをしてレンジで2分前後ですね。はい、これで出来上がりです。これができたら小麦粉を水で溶いてこれに絡ませていきます。しっかり固めに卵をしとかないと弾くので、固めにしてからさらにパン粉をつけてあげていきます。はい、油を切ってカットすれば完成です。レンチンハムエッグカツ、お弁当にどうぞ。